国広陽子の今夜もシネマ。今週はオードリー・ヘップバーンウィーク。今日はオードリー・ヘップバーンというドキュメンタリーご紹介いたしましょう。このドキュメンタリー、最初の方は前半はもうサクッと言うと、女優としてのオードリー、後半はもうユニセフで活躍したオードリーっていうのがもう本当に2つにバッと分かれて、全くオードリー・ヘップバーンってこういう人なのかって、これを見ると分かりやすくこう描かれてるんですけれども、もうキラキラ輝いて、もう本当にどの角度から見ても可愛いんですね。そしてすごいのはジバンシーと出会って、でジバンシーの衣装をどんどんこうこなしてきますけれども、その時のジバンシーのスケッチ、もう本当にウエストが細くてキューッとなってスラッとなってる、もうそのまんまをセップバーンがパッとこう出てくるっていう、さす